刺身のレディオ、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 皆さんこんにちは。今回の動画はプレイ動画ラジオです。顔出てないです。最後まで顔は出ません。で、動画では顔が出せないけれども面白い人が X フラッグの中にはたくさんいます。そんな方々をゲストにお招きして、妄想にまつわるあれこれとか、まあちょっといろいろね、私がいろいろ聞いていきたいなと思っております。今回のゲスト、初めてのゲスト、なんとチャスさんです。こんにちは、チャスです。すいません、初めてなんで緊張してます。すごくみんな大好きチャスさんが来たよ。よろしくお願いします、はい、今回は、さっきプレイ、この2人でプレイしたんですけど、水の神殿の時の間をもう撮ったんで、それを見ながらなんかいろいろ話そうかなと思っております。じゃあ、チャスさん、みんなあんまり知らないかもしれないんですけど、チャスさんのお仕事内容とか教えてください。簡単に言うと、なんか皆さんに、ゲーム内の情報をお知らせするお仕事をしています。あの公式サイトとか、あとゲーム内入ったところにお知らせって出てくると思うんですけど、そこに載せる情報を集めてきたりとか、まあ、文章を書いたりとか、あの載せるような画像を用意したりとか、そういったお仕事をしてます。自己紹介とかなんかないですか？最近ハマってることとか。最近ハマってること、モンスター以外です。モンスター以外で私、はい、最近じゃないかもしれないんですけど、かき氷が大好きなんですよ。知ってる。知ってました、チャスさんがよく言ってるのをいろんな SNS で見てる。はい、知ってましたか。そうなんですよ。で、かき氷好きで、でもやっぱり冬に食べるの寒かったから、1月とか2月は自重してたんですよ。さすがに体に良くないなと思って、冷えますからね。そうなんですけど、まあ、桜が咲いたら解禁かなと思っていいですね、なんか。そうなんです。最近、ね、そう、かき氷を食べ歩いてんです。また何味がいいんですか？いろいろ食べた結果、あるんですよ。抹茶味とか、ほうじ茶味とか、なんかレアなとこから行っちゃったけど、いろいろ食べて結果、やっぱりいちごミルクが一番美味しいなっていう。チャスさんっぽいですね。いや、チャスさん、でもかき氷って別にほぼ水でしょ？ほぼ水。その美味しさが分かんないんですよ、私には。あのね、氷の削り方とか、氷でもあの天然氷とかあるんですよ。へえ。その、なんだろうな、雪解け水。そう、雪解け水なのかな。でもなんかちゃんと天然の力で、氷室とかで凍らせた氷とやっぱ普通の氷って違ってて、あの頭がキーンとしなかったりするんですよ。とか、あとお店に行きましょう。本当にいっぱいある美味しいお店、近場から行きましょう。じゃあね、逆になんかお悩みありますか？悩み、どうし、プライベートの親悩みですよね。私の父親がですね、ものすごくモンストにハマってしまっていて、いいじゃないですか。そう、いい話、まあいい話なんですけど、結構手厳しいんですよ。だから、まあ先日ちょっと前になるんですけど、ストリートファイターコラボあったと思うんですけれども、カリンを運極するって言い始めて、で、運極するにあたって、なんかそのクエストの攻略のコツを教えてほしいって言われて、で、あのクエストって、あのちょっと一定ライン超えると、あのボスがすごくなんか強く状態変化するっていう、ありましたね、形態変化かな、しちゃうっていうクエストだったので、まあなんかその起こる前に、なんだろう、周りの敵を倒しておくと楽だよみたいな、ことを倒しておくと丸丸そう丸って返したんですよね。はい。お父さんからのそう、メールに、あ、知ってる、したかもしれない、したかもしれないって返したら、そんなことはもう分かってると、そんなことを分かった上でもっといいね攻略法を聞いてるんだと、厳しいですね。そう、厳しいなと思って、我が父親ながら、もうこれ以上お父さんに言えることないよと、ということで、私のアドバイスなんかなく運極になりました、父のカリンは。チャスさんのアドバイス直接もらえる、そうそうないですからね。でも、父さんもその辺の価値を分かっていただきたいですよ。でも価値のないアドバイスになっちゃいました。そうですね、お父さん的には。そう、
お父さんもハマってるんだったら、じゃあ次のゲストはチャスさんのお父さんということでやっていきましょうか。チャスのね、父ね、より一層喋らない。喋らないんですか？輪をかけて。メールは手厳しかったんだけど。なるほどね。実際喋ると結構優しい人なんですかね。うんうん。あとね、お便りが、あのいろいろな動画でお便り募集しているんですけど、その中で結構チャスさんにこんなこと聞きたいみたいなのも結構来てまして。ありがとうございます。ホークスさんかな。こんにちは。突然すいません。ジャスさんは動画に出演しないのですかっていうのが来てますそうなんですよね、私今ものすごい緊張してるんですよね。確かに声小さいですね。そう、ごめんなさい。そうなんですよ、なんかめっちゃあのほぼ正座ですからね。うん、そうなんですよ。今ほぼ正座してます。そうなんですよ、私はなんか寝てます。ごめんなさい、すごい優しみ、しみさん、そんなことないそうなんです、すごい、うん、ちょっと緊張しいと恥ずかしがり屋なんで。そうですね、ごめんなさい、うん、顔が出る日はもしかしたら。そうですね、今今日もだいぶ緊張しています。そうですね、うん、来ない、こんな日が来るとも思っていませんでした。そうですね、はい、昨日言われましたからねはい、そうなんですそうですね、はい、はい、あともう一人、ハマヤンさんなんですけど、口癖は何ですか？来ていて、そう、これね、ね、多分口癖あれかな、あれですかね、うん、言っちゃってください。丸々は初です。使い勝手が良くて丸、もうこればっか言っちゃうんですよね。使い勝手が良くて丸ですね。そう、普段も言ってるんですか？普段も言うかもしれないですね。かき氷の時とかも言ってるんですか？かき氷の時は難しいね、美味しいしか言えない。いちごミルクでは初、そう、いちごミルクではこの味は初。どういうこと？はない。ない。それは言わないですね。それはない。すいません。ちょっと、はい、鼻水が出てきました。鼻水がね、はい、出ちゃいました、ね。もうそろそろクリアしそうですよ、ちなみに。うん。うん、こんな感じでしたね、さっきね。こんな感じでしたね。これね、ちょっと、うん、そろそろ辛いシーンなんですけど、うん、まあ、無視します。はい。無視してください。見てますかね？見てる人いるんですかね、動画をね。声を逆に声を聞いてる人いるのかっていうね。そうですね、気がしますけどね、まあ、ゆるっと、ね、ゆるっとなんかね、今後おな、うん、モンストのお悩みとかもね、そう、皆さんから募集できればいいかなとか思ってるんですけど、うんうん、っていう話をしてるときにはい、はい、負けました、はい、すいませんでした、はい、ね、こういうことになってました、まあ、あの私がホストなんで、うんうんうん、コンテしましたけどね、ありがとうございます、時欲しかったんでね、ありがとうございます。でもこれまあそういう番組なんで、うん、あの、うん、ホストの DJ 刺身が来た人をもてなすっていうことで、そうだったんだ、はい、一応もおごりましたありがとうということでクリアしたんですけど、はい、ということで三輪学び特急が出たので、ね、記念につけておきました。私は本当でも私結構嬉しかったです、うん、本当ですか、うん、なんかノーマルクエストとかね、うんうんうん、回るときにね優先的に使う子になると思います。そうですね、うん、しかも私半金だったんで、うん、2個中1個、うんうん、まあ、学びついてでもいいかなって感じだったんでつけてみました、うんうん、はい、イエーイ、ウェイということで、うん、まあ、こんなグダグダな刺身のラジオなんですけども、はい、初回はチャスさんをゲストに迎えしてやってみました、はい、ありがとうございました。ちょっと副音声みたいな感じでね、今後ねちょっともうちょっと緩くなっていくかなと思っております、はいはい、ちょっと ね、 ね、緊張しちゃった、ごめんね。いや私も緊張してます、これでもはい、ということで、はい、皆さん聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、今後またなんかねお便り募集したりとかするかもしれません、はい、ではさようなら、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。モンスト公式チャンネルをまだご登録でない方はぜひチャンネル登録お願いします。スマートフォンからご覧の方は動画の下にある登録ボタンをクリックしてください。 PC タブレットからご覧の方は画面内のこちらのボタンから登録お願いします。 X フラッグスタジオではモンストアニメや新タイトルのチャンネルもありますのでぜひチェックしてみてください。というわけでまた他の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。